天下無双佐渡七多優商本、節気養心徳丸、宗図の利寄丸は、年寄丸伝説で語られる、伝承上の人物。河内国高安の長者の息子で、ママ母の呪いによって失明し落白するが、恋ん中にあった娘、乙姫の助けで四天王寺の観音に祈願する、ことによって、病が癒える、というのが、伝説の筋で、この題材をもとに、陽極の弱防止。 説教説、新徳丸、人形浄瑠璃や歌舞伎のおさむしゅうぽ法辻などが生まれた。説教説、新徳丸では、新徳丸。同じ説教説、愛護、弱との共通点も多い。河内国高安の山畑にいたとされる、新吉長者には長年子供がいなかったが、清水観音二眼をかけることでようやく子供を設ける。年のリマルと名付けられた子は、容姿がよく、 頭も良い若者で、そのため四天王寺の地後部学を演じることとなった。この部学を見た隣村の影山長者の娘、乙姫は、年のり丸に惹かれた。二人は恋に落ち、将来一緒になることを願うようになった。しかしママ母は自分の産んだ子を四次にしたいと願ったため、年のり丸はママ母から憎まれ、ついにはママ母によって失明させられてしまった。 さらに来病にも犯され、家から追い出されてしまい、行き着いたのは四天王寺であった。そこで、年乗丸は、物乞いしながら、何とか食い繋ぐというような状態にまで成り果てた。この話を、村人から伝え聞いた、影山長者の娘は四天王寺に出かけ、ついに年乗丸を見つけ出して再会することとなった。二人が、涙ながらに観音菩薩に祈願したところ、 歳のり丸の病気は治り、二人は昔の約束通り夫婦となって影山長者の家を相続して幸福な人生を送ったとされる。それに引き換え、八幡の新吉長者の家は、新吉の死後、カウンが急に衰退し、ママ母は物乞いとなり、最後には影山長者の施しを受けなくてはならないような状態になったという。歳のり丸伝説を下敷きにした脳。 4天王寺を舞台とする、関瀬元宮美作。他の年のり丸伝説より、悲劇性が高く、年のり丸は祈っても視力が回復せず、回復したような錯覚に陥るだけである。題名は、普通、ヨロボ、推しと読むが、洋曲の本文中では、ヨロボしと読む。洋曲を元にした本案に、落語の、弱宝詞、三島由紀夫の儀曲、弱帽子がある。 年の利丸は、人の残言を信じた父、道歳により家から追放されてしまう。彼は、悲しみのあまり盲目となってしまい、小事記坊主として暮らすことを余儀なくされる。盲目ゆえの、よろよろとした姿から、周囲からは、弱帽子と呼ばれていた。陰歴二月悲願の中日、真西に沈む夕日を拝むため、年の利丸は四天王寺を訪れた。天王寺の西門は、 極楽浄土の東門と向かい合っていると信じられていたので、落日を拝むことで、極楽浄土に行けると信じられていたのだ。この日の四天王寺は悲壮観を行う人でにぎわっていた。そこに、年のり丸の父、道とが現れる。道とは、年のり丸を追い出したことを後に食いるようになり、四天王寺で貧しい者に施しをすることで、罪滅ぼしをしようとしていたのだ。 年のり丸に気づいた、道歳だったが、小敷きになり果てた我が子に話しかけるのをはばかり、日が暮れて、人目がなくなるのを待つことにする。年のり丸が悲壮観を行うと、祈りが通じたのか、これまで見えなかった目が見えるようになる。気分が高揚した年のり丸は、あちらこちらへと歩き回り、周囲の景色を見て回る。しかし、行き交う人々にぶつかってよろけ、現実に引き戻される。 目が見えたと思ったのは、ただの錯覚だったのだ。そんな年のり丸を見て、周囲の人々はあざけ笑う。彼は二度と浮かれまいと、あんたる気持ちになる。日が暮れ、一人佇たずむ彼に、父の道とが話しかける。話しかけられた年のり丸は、小敷の我が身を恥じ、よろよろとしながら、あらぬ方へと逃げてゆく。道とはそれに追いつき、彼を家へと連れて帰るのだった。 おさむしゅう学校辻は、洋曲や、説教説を下敷きにした上下二巻の人形浄瑠璃の作品。高安道都の五歳玉手午前と、年市の利丸の関係を中心に描く。安永2年2月初演、関戦助、若竹笛え合作。歌舞伎にも移され、合校暗室の場は文楽、歌舞伎の人気演目として、現在でもよく上演される。 折口忍は、年寄丸伝説から仏教的、競技的な要素を取り払い、近世芸能の原始的な形を再現することを意図して短編小説、新徳丸を書いた。新徳丸は、新徳丸にこの字を当てはめたもので、主人公は、先祖伝来の病を持つ、伝学師の息子として描かれている。寺山修司岸田リオ合作によるアングラ演劇、新徳丸は、 新徳丸、愛護弱をモチーフとした現代劇で、主人公新徳丸と、母を売る店で買われた義理の母親との情愛を描いている。1995年には岸田による改訂版を、荷長幸男が演出、1997年により、藤原達也が主演し評判を呼んだ。近藤陽子の漫画、あやかし霊星、新徳丸の物語は、説教説、 新徳丸を元にした本案である。この漫画では、伝学士の新徳丸が、彼と生き打ちの娘、乙姫に化装され、彼女の呪いによって、失明、落泊するが、その後乙姫の記念によって救われ、彼女の子供として生まれ変わる。またこの作品では、救いの祈願をかける仏も、新徳丸がその申し子であるところの、清水観音になっている。年寄丸かが自 八尾市八幡地区にある6世紀頃の横穴式の石室墳墓、高安古墳群に属する古墳の一つであり、いつしか年のり丸の伝説と結びついた。これはこの伝説が古墳時代にまで遡る古いものであると地域の人々が感じるほど古くから語り継がれてきたという証拠であるとも言える。石室入り口前には石碑と実家は炎尺が寄進した証拠台がある。 都市り丸が高安から四天王寺へ通ったと言われる、道筋が今に残る都市り道だと言われており、近鉄春徳道駅など沿道付近にある、施設、旧跡に都市りの,の名が冠されている。ただし、その道筋は都市り丸が住んでいたとされる、八幡地区からは少し北に離れている。ありがとうございます。